はい、よろしくお願いします。今回は高校数学数Aの三角形の内心、外心、重心、推進、丸4をお送りします。で、このタイトルはここで終了ですね。次回防振1回やるんですけど、で最後は、比の計算、面積比とね、辺の比の計算をやっていきます。なので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、両方解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まず1番は、前回の動画とね、すごく似てるんですよね。1番も2番も。前回は正面やりましたけど。で、まず1番三角形があって、I が内心です、そこが。で、その時に、AI。と BC の交点が D になってるんですけど、AB6、BC5、CA3 と辺の長さが分かっているときに AI 対 ID を出しに行きます。 AI 対 ID です。で、これも求めるのに1本補助線が必要になります。で、どこかっていうと、これ内心なんで、この B からね、こうやって引いて、それで求めていきます。自分はね、そうやってやっていく。で、なんでこうやるかっていうと、結局、AI 対 ID、そこの比って、AB 対 BD と同じになります。なぜなら、今横になってるからちょっと分かりにくいんですけど、これ復習ね。三角形があるとき、一つの内角の二等分線を書きます。そのとき、屋根の比が下の比と同じになるっていうのをやりました。だから、それが横になっちゃってますけど、内心だから、ここの角度もちろん同じです。二等分線引いたものだからね。内心っていうのは。で、横になってるけど、屋根の比、AB 対 BD と AI 対 ID は一致するよね。で、しかも AB の長さ、今6ってもう分かってるから、ここ。こうやって。ってことは、あと BD の長ささえ分かっちゃえばいけるじゃんっていう。そういった方針でやっていきます。で、じゃあ BD どうやって出していくかっていうと、それは今度こっちの三角形、大きい方のちょっと青に変えようか。ここももちろんちょっとちっちゃくてごめんね、内心なんで二等分線になってるから同じになってる。つまり6でしょ。で AC3 なんで6対3と、ここちょっとこっち行こうか。ひね、これ長さじゃなくてここの比も6対3。これ約分しちゃうから63だからね。2対1の比が分かります。屋根の比と一致するから。今さっきと同じ説明でね。で、もともと BC が5って分かってるんで、もう長さ出すことができます。で、自分はもう慣れてるやり方なので、こういう風に長さを求めるときがあったら、ちゃんとした計算もやるからね。BD の求め方。BD イコール、BD は全体が2対1なんて3でしょ。3の比の中で2だけ持ってるじゃん、BD って。だから、3分の2かける全体の長さが5なんで、それに5をかける。っていうやり方をしちゃうんですけど、これね、これ慣れてるんで。これでもいいです、全然。いいんですが、ちゃんとやろうと思ったら、BD 対 BC について考えていきます。で、今 BD が分かってないから BDX でしょ。 X 対で BC の長さは5って分かってる。で、こっちには比を書きたいんで BD は2じゃないですか、比で言うと。で、BC は2と1を足したものなんで、比で言うと3になるよね。で、これ計算すると、外と外で 3X、 中と中で10、両辺3で割ると3分の10ですよっていう。これはちゃんとしたやり方ね、本当はね。どちらでも構わないので、BD が出ましたと。で、BD が出てしまえば、もうこっちのもんだよね。結局、AI 対 ID を求めたいんだけど、AI 対 ID は AB、こっち行くか、BA 行くか。BA 対 BD と同じになるから、これとね、一致する。屋根と同じだからね。で、BA は今長さが6って分かってる。で、BD はさっき出したように3分の10。で、比を書くときには分数残してはまずいので、両辺3で書けます。で、3で書けると、18分の10。で、これまだ2で割れるので、9対5。となってこれで終了となります。だから内心の、火のやつを2回使う感じだね。で次2番いきましょう。でこれは前回の動画でね2番全く同じ図を、ちょっとね文字変わってますけど図をやって証明をやったんですよね。でこの証明でやった知識を使うと速攻を倒せるという。でまず問題をね確認していくと平行四辺形があります。 ABCD で AC と、BD はねこう対角線になっていて BC とこれだ、こっちか BC との中点かを M とする、書いてあるね。だからここの長さが同じになります。で AM と BD の交点を E とする。でこの時 BME ここだね、ちょっと塗っとこうか。ここの面積と全体平行四辺形 ABCD の面積の比を求めようという問題です。でこれ前回やったように、これはもう前回説明してるので詳しいことは言わないんですけど、これ三角形 ABC の重心になってます。だから2対1、ちょっと見にくくてごめんね。ここも2対1になってます。辺が重心なんであれ。でそれを使っていく。でなんで重心になるのかっていうのは前回の動画の2番を確認してみてください。でどうやっていくかっていうと、ちょっとあれか。結局対角線、平行四辺形って対角線引くとこの三角形とこの三角形の面積同じだよね。だから今あっち側ちょっと無視します。1回最後2倍すれば構わないので、平行四辺形の半分だけ考えてまずやっていくと思ってください。で、こんな突き抜け、本当は突き抜けてるんだけどね、こうなってると。で自分だったらこれ計算なので普通に途中式とかあんまり書かないんですけど、ここの面積を S って置きます。自分求めたこうね基準になるやつをS と置く。でここが1対2でここが1対2になるので、まずじゃあねちょっと説明情報 O って置いていい？ O どこ行こうかな。じゃあこっち行きます。ここの面積、結論から言うと 2S になります。 2S 三角形 AOB か B は 2S で、なんでかっていうとこれここの三角形、下の青のとこね、こいつとこの赤の三角形ってここの部分を底辺で考えると高さ共通になります。高さは変わらない、両方とも。でも底辺が1対2なんで、底辺が単純に2倍になってるんだよね。で底辺が2倍になればもちろん面積も2倍になるので 2S になります。ここはね。ってことはここ今 2S でしょ。ここ全体ね、全体は 3S になる。で今度はここが全体 3S になった時、こっち側も 3S になります。なぜならここを底辺で考えた時に、ここ長さ同じじゃん、中点だから。底辺同じで高さも共通だから、もちろん面積も同じになる。つまりこの三角形 6S なんです。ここを S って置いて始めると。でさっきも言ったようにここが 6S ならこっち側も 6S なので、結局平行四辺形全体は 12S になります。でもうこれで終了。結局三角形BME 対、面積書いてないけどね、ちょっとこれマークでいいかい。平行四辺形 ABCD はこの BME、 これ O じゃないよね、ごめん、普通に E だったわ、ごめん書いてなかったの俺。 E だったね。 BME の E になってて、 BME はこっちが S、 自分で置いたからね。で ABCD はさっきも言ったように 12S になります。でこの文字を置いて始めるいいところは最後 S を切っちゃえばいい、両辺で S を切ってしまえばこっち1が残ってこっち12が残るんで、結局面積比は1対12でしたよ。で終了になります。これ中学校の時も似たような問題やってるんですけど、もちろんこういう面積を使う時基本的には、自分がやる方法は一番ちっちゃいやつを S とかって置いて、何 S かな何 S かなって置いて全部を最後一気に片付けるみたいな風にやっていくんですが、まあ、もしよかったらこんな感じでやってみてください。では今回は高校数失礼しました。ごめん、間違った。これ E じゃないよね。言っててなんかおかしいなと思ったけど E はこっちだもんね。失礼した。これ O で OK だね。だから、AOB じゃなくてここが AEB だったんだね。失礼しました。申し訳ない。最後にちょっとね間違いを訂正しちゃいましたけど、まあ、やり方はこんな感じで OK です。では今回は高校数学数 A の三角形の内心外心重心推進 ④ をお送りしました。今回もねここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で次回ですね、傍心っていうの1個あります。本当はね内心外心重心推進傍心で5心ってセットになるんですけど、ちょっと今回1個入れなかったので傍心だけ単独で1本取りますんで、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。